まず国民の声に耳を傾けましょう。国民と正直に率直に語りませんか。そして双方向で対話をしましょう。国民と共に進む、国民と共に進む、これが民進党です。夏の参議院選挙、危機感を共有する多くの国民と共に戦い抜き、期待に応えましょう。ここで政治の流れを変える、私は代表としてすべて責任を負い、必ず結果を出す。安倍政権が衆参同一選挙をやるというなら、受けて立とうではありませんか。皆さん、最近グーグルの人工知能でアルファー碁というのが出てきたんですけども、人工知能はなぜあれだけ強くなったかご存知ですか。反省することを覚えたからです。皆さん、アルファー碁は自ら打った対局を評価し反省し、それを改善することで今や人間の世界チャンピオンを破るところまで強くなりました。安倍さんの自民党は正直言ってかなり強いです。ラスボスとしてはかなり倒しがいがあります。この安倍さんの自民党に勝つまでに皆さんが強くなるためには、ぜひとも2009年の政権交代の後の苦い失敗の反省をしていただきたい。反省、昨年安保法制に対してシールズ並びに本当に多くの方が声を上げました。それは政治家の方に頑張ってほしいっていう声だけでなく、政治家に任せてられないということなんだと思います。政治家の方が本当に頑張ってくれてる、なんかそういうことが嬉しかったっていうことは、僕は人生ないよ、なかったように思うんですね。声を上げることでどうせ変わらないよっていう人がほとんどの中で、自分たちが声を上げることによって政治家の人がそれに応えてくれた、それがテレビの中継で流れていた。先ほど国民の政治離れをどうにかしなければならないと、呼びかけなければならないと、神津会長もおっしゃっていましたけれど、僕が中央公聴会で、スピーチしたときに、僕の目の前の与党の議員の方は寝ていました。果たして国民の政治離れなんでしょうか、それとも政治の国民、政治の国民離れなんでしょうか。この責任は俺たちにあるんでしょうか。民進党が民と共に進むっていう、そのスロー、国民と共に進むっていうスローガンが嘘じゃなくて本気で言ってほしいなって思います。僕らアホじゃないです。僕らバカじゃないです。この政治家の人が嘘ついてるか本当のこと言ってるかってなんとなく喋ってるの聞いてたら分かります。だって それがみんな騙されてるんだったら戦後最低の投票率にならないでしょう。僕たちは政治家の人に対してありがとうって言ってみたいです。単純に応援したり頑張ってくださいって言ってみたいです。そして僕たちも頑張ります。よろしくお願いします。それから選挙協力というのは、これは私も入りました御野党の代表会議で確認した通りです。国会への対応、国政選挙においてできる限り協力するというのが合意事項です。その通りです。どうぞ先にやってください。 IWJ の奇跡です。先ほどのご挨拶の中で選挙関連なんですが、国民の声に耳を傾けるというお話もあったんですが、今うちの生中継してたんですけれども、共産党を排除しないでほしいという声も来てるんですが、そこ、国民の声に耳を傾けるということと、それから先日京都の方でしたか、あらゆる選挙で共産党と協力する意思はないようなことを、京都の方の支部の方がおっしゃってたようですが、その辺のことも含めてどうなんでしょうかという、先ほど申し上げた通りです。国会の対応、国政選挙において、できるだけ、協力していくということが確認されています。それ以上でもそれ以下でもありません。